花の都、芸術の都パリ。人々の夢を食べ、憧れを飲み込み、次第にそのきらめきを増していく。そんな不思議な生き物のような街パリ。新旧の美しい建物とバランスよく配された自然の緑、そしていつの世も変わらず流れるセーヌ川、エッフェル塔や凱旋門など幾多の栄光の歴史と輝かしい伝統を誇る街。パリ随一の目抜き通りシャンゼリゼなど、街のそこかしこから人々の息吹が感じられるパリ。パリで一夜を過ごされた笹川良一日本船舶振興会会長は、11月17日エリゼ宮にミッテラン大統領を表敬訪問。日仏文化芸術交流のため設立される日仏笹川財団の経過を説明、その運営について協議されました。11月18日、世界青年会議所世界会議出席のため、オランダ・アムステルダムに向かわれました。縦横無尽に張り巡らされた運河と、一面のチューリップ畑の中で回る風車は、オランダ人の水との長い戦いから生まれたもの。17世紀の黄金時代そのままの姿を残しながら、現代の息吹を強く感じさせる。そんなヨーロッパ四大都市の一つ、アムステルダムで開催されている世界青年会議所世界会議に出席し、講演されました。尊敬いたしております淑女紳士の皆さん、こんにちは。世界一家人類啓蒂姉妹主義者で、ありまするので、年に一回皆さん方にこうしてお目にかかることを大変な楽しみといたしておるのであります。最終はこの汚い世の中をきれいな住みよい平和な世界を作る機種におなりくださることをお願い申し上げます。11月20日、パリにあるパスツール研究所を視察され、笹川会長がハンセン病とともに根絶を目指すエイズ研究の現状などを聞かれました。パスツール博士は、ニワトリコレラの毒力を弱めた培養菌をニワトリに注射すると免疫が得られることを発見。ジェンナー以来の課題であったワクチン接種による伝染病予防の一般化に成功しました。しかし博士の最大の業績は狂犬病ワクチン製造に成功したことで、1986年狂犬に噛まれた少年にワクチンを接種し、その命を救いました。このパスツール研究所は、パスツール博士による狂犬病予防法の確立を記念し、1888年11月、国際的な寄付金をもとに設立されたもので、ちょうど100周年を迎えます。生前の博士が使用した研究室などを視察された笹川会長は、これまで築き上げた成果を発展させてくださいと激励されました。